今年の2月6日に調査地の中に設置したカメラに、カワウソが撮影されました。ではここで映像をお見せします。それでまずですね、これはあのプロポーション、顔立ちそのものからカワウソですというところは違いないです。何カワウソですかっていうのをよく聞かれるんですけど、とりあえずはカワウソです。日本カワウソなのかっていうのをあの多くの方から先ほどから聞かれたんですけれども、現時点ではあの映像でそこまでは分かりません。感想としてはもうまずは我々2人ともびっくり、びっくりが最大です。私たちもその対馬でずっと残ってきたっていうことと、韓国から泳いできたっていう2つの選択肢というのはやっぱり可能性としてはもう五分五分で考えております。でも希望としては本当に対馬にずっと残ってきた個体であったらいいなと思います。まあ、今最大はこれからの調査結果でその辺が分かってくると、それが楽しみだなっていうのが一番大きなことです。